はい。えっ、ー、と、それでは、そろそろ再開したいと思いますが、よろしいでしょうか。はい。えっ、ー、と、ちょっと時間が足りなくなりそうな気配になってきましたが、えっ、ー、と、まあ、ああの、よいしょ。<laughs> 頑張っていきたいと思います。それで、えっ、ー、と、じゃあ、コミュニケーターグループトポロジーということで、えっ、ー、と、 <laughs> 見ていきたいと思います。で、まあ、のコミュニケーターについて、これまでまあ2つ出てきました。で、mpi.comworld というのを、ほぼほぼずっと使ってきたんですが、まあ、さっき、m p i ファイルオープンのところでですね、 コムセルフというやつが出てきました。まあ、これはあのファイルパープロセスのファイルをオープンするときぐらいしか使い道はないという話をしましたけども、まあ、自分自身だけがメンバーになっている特殊なコミュニケーターです。で、えー、っと実際にはまあいろんな種類のコミュニケーターをここから作ることができるわけなんですけれども、えー まあ基本的に集団通信は結局、コミュニケーターの中全員が同じことをしなければいけないので、まあ、やりたい操作のに応じてです、ね、コミュニケーターをまあ随時作る必要があるというわけです。でまあ、実は、コミュニケーターにもです、ね、2つ種類がありまして、えーと、イントラコミュニケーターとインターコミュニケーターというのがあります。 通常使われるのはイントラコミュニケーターで、えっと、お互いにこう、えー、グループのメンバーの中でお互いの通信ができ,できるというものです。でまあ、集団通信の操作ができるものですね。まあ、通常はまあこちらを使ってやるわけなんですが、まあ、特殊なコミュニケーターとしてインターコミュニケーターというのがあります。 これはあの複数のイントラコミュニケーター間で通信を実現するための,、まあ、あのコミュニケーターを結ぶためのコミュニケーターというそういう位置づけになっていましてえっ、ー、と、まあ、先ほどあのカプラの 午前中にカップラーの話をしましたけれども、そのカップラーのように、ですねあの、まあ、例えば大気のシミュレーションと海洋のシミュレーション、それぞれでイントラコミュニケーターを持っているわけで、まあ、そのコミュニケーター間をつなぐ必要があるときにです、ね、インターコミュニケーターを使うというような考え方になります。 まあここではちょっとインターコミュニケーターまでは触れませんけれども、まあ、イントラコミュニケーターについて、まあ、どうやってえっと作ったりすればいいかというのを見ていきたいと思います。まあ、いくつかの作り方がありまして、えー、っと一つは、既存のコミュニケーターを使って、まあ、例えば単純に言えば複製することもできますし、まあ、それを あ,のまあ、あるキーを使ってですね、えー、ぶった切って作るということもできます。でもう一つは、もっとそのあの自由自在に作る方法としては、えー、っと先ほどちょっとありましたグループという概念を使って定義をしてから、まあ、それをコミュニケーターにするという作り方ができます。まあ、最後、不要になったらフリーをしてくださいということですね。 まあいくつかの作り方について見ていきたいと思います。で、まず一番あのよく使うものとしては、mpi-comsplit という関数を使って、えっ、ー、と、まあ、例えば comworld というでっかいものを分割していくというのが、まあ、比較的簡単な方法です。で、えっ、ー、と、分割するキーになるのがですね、えっ、ー、と、キーというか、 ややこしいな。えっ、ー、と、分割するために必要なのが、まあ、このカラーとキーというものなんですけれども、まあ、一つ目のカラーというやつですね。このカラーというやつで、同じカラーになるやつが、同一のコミュニケーター、新しいコミュニケーターのメンバーになりますと。カラー0番の人は0番のグループができると。1番の人は1番のグループができるというふうに、えっ、ー、と、 まあこれ全員が、例えばここ m p i コムワールドだったら、m p i コムワールドの人全員が呼ばなければいけないわけなんですけれども、まあ、その中で同じカラーを持っている人が1つのグループに入るように、えーと、グループが作られるというわけです。で、3番目にキーというのがありますが、まあ、このキーというところはですね、えっ、ー、と、ランク番号の、えー まあ、相当順を決めるキーになっていまして、まあ、このキーが小さい方から順にランク0から割り当てられていきます。はい。で、まあ、カラーは必ず、あの何でしょうか、えーと、特定の1つしか選べないわけなので、まあ、できるコミュニケーターはそれぞれ、まあ、全くメンバーに重複がないあのコミュニケーターがそれぞれ まあ、ここのカラーで指定した個数分あの出来上がるということになります。それで、えーとまあ、あの実行後のイメージを図にしたのがこちらですけれども、もともと16プロセスのランクがいるコムワールドがあったとします。でそれぞれにカラーを0、1、2、3と割り当てて、まあ、キーをこのように定義したとしましょう。 じゃあ、どうコムスプリット呼ぶとどうなるでしょうかというわけですが、えー、っと、新しいコミュニケーターとしては、カラー0に属するコミュニケーター、カラー1に属するコミュニケーターというふうに、まあ、4種類のコミュニケーターに分かれるわけです。まあ、これ、外から見た場合の話ですけどね、まあ、自分は、あの、自分のところに4人いるなって思うだけですから、えっと、まあ、それぞれ、 こういうコミュニケータができると。で、えっ、ー、と、で、じゃあランク番号が新しくどうなるかというと、このキーの数字の小さい方から相当されますので、この場合は、元のランク3番が0番元のランク2番が1番ランク0番が2番、ランク1番が3番というふうに、えっ、ー、と、このキーの順番にランクがつきますと。 でまあ、問題はこの場合ですね、0が2つありますと、キーの値として同じ人がいますが、まあ、これはどっちになっても、えー、構わないということになります。まあ、こんな感じで、ですね、まあ、各コミュニケーター、ちょうどメンバー4人ずついますから、0123というランク番号だけが含まれるという状況になります。これがまず1つですね。で まあ典型的には2、まあ、次元の配列に対して、えーまあ、例えば行方向、列方向それぞれに、まあ、ブロードキャストをかけたいというときに、まあ、あの元々の全メンバーだと結局全員にブロードキャストが飛んでしまいますので同じ列にいる人だけのグループと同じ行 あ列だからこっちですね。同じ列だけにいる人のグループと同じ行にいる人のグループをそれぞれ作る必要があります。まあ、その時にコムスプリットを使って、まあ、要は何行目っていうのをカラーにしてあげれば、あるいは何列目っていうのをカラーにしてあげれば、もうそのランク番号の,あの同じカラーを持っている人が一つのグループになりますので、簡単に、えー、つくマルチキャストのグループが作れる。 はい、でもう一つのコミュニケーターの作り方は、まあ、まずグループを作って、グループの中にどのランク番号がもともと入るのかというのを決めてで、そこからコミュニケーターを作り直すということになります。でまずは、コムグループというのを作るんですけれども、まあ、例えばここ、コムワールドだとすると、コムワールドからグループというやつを作ります。 で、グループというやつからですね、まあ、部分集合を作りたいなと思えば、グループインクルージョンですかね。まあ、他にもいろんなあの作り方があるんですけれども、まあ、あの、えっ、ー、と、元になるグループは、まあ、これで作ったとして、それをここに指定して、メンバー数いくつ、 でランクのリストをですね、まあ、配列で指定してあげると、そこに含まれる人だけの新しいグループというのができますということで、まあ、あの欲しいランク番号だけこ抜き出した新しいグループを作ることができると。まあ、あと、こういったグループの集合をです、ね、演算して、えっと、インターセクションとかディファレンスとか、そういうのを使って、えっと、作り出すこともできますと。 でそれでできたグループから新しくコミュニケーターを作るというのが、まあ、コムクリエイトで、えー、っと、元になるコミュニケーター、まあ、コムワールドだとすると、まあ、さっき、インクルージョンで作ったグループメンバーを、グループメンバーというか、グループをここに指定してあげると、そのランク番号だけが含まれる新しいコミュニケーターができますと。 まあこれはあの全プロセスが実行しなければいけないですけれども、えっと、こういうことができると。で、グループを生成するのは、これは、えっと、多分1人だけでいいのかもしれませんが、少なくともこのグループの、この MPI グループ型の変数の値は正しいものを持ってないとまずいと思いますけれども、それさえあれば、 えっと、このグループインクルージョンは誰か一人がやればいいんだと思います。はい。それに対して、こちらのコムクリエイトとか、えー、コムグループというのは全員がやんないといけないはずです。はい。ということで、えー、っと、まあ、実例をちょっと、まあ、演習問題として、 も用意してありますので、まあ、ちょっと説明しておきます。で、えー、っと、スーマというですね、行列行列席のアルゴリズムがありまして、まあ、これはマルチキャストを組み合わせてですね、えー、並列処理をするというようなあのやり方になっています。で、えー、っと、まあ、A×B を計算したいわけですけれども、まあ、これを まあこの図で言うと、旧プロセスに分割して、まあ、要は3かけ3で,です、ね、分割をして、並列化をしたいというわけです。で、一番最初のステップとしては、えっ、ー、と、まあ、こういう形で処理をしていくわけですけれども、えっ、ー、と、まあ、自分の持っている、うーまあ、まあ、ローカルに最初にまあ計算はするとして、 えー、その次の計算をするために何を使うかというと、まあ、配列 BA の値をこ,うこの四角のところからもらってきて、えー、と計算をすると。で、配列 B のところは、まあ、この一番上のところからこうブロードキャスト、マルチキャストされてきたものを使って計算をすると。まあ、これがまあ第一のステップですね。で、えっ、ー、と、 あいいのか。だから、ローカルに、えー、っと、ローカルに持ってるものはまず使わなくていいのか。最初にもこれを使って計算しちゃえばいいですね。で、次のステップは、この真ん中の人が、まあ、同じ行にブロードキャストし、真ん中の列の人が、えー、っと、上下にブロードキャストすると。で、まあ、それを計算して、アキュマレートするという感じで計算をしていきます。 でこの時必要になってくるのは、まあ、見てお分かりの通り、まあ、この横方向の、えっ、ー、とこ、これを表すコミュニケーターがそれぞれ必要ですし、これを表すコミュニケーターがそれぞれ必要ということで、まあ、計算を始める前にですね、まあ、このコミュニケーターを作っておく必要があるわけです。 で、これは先ほど説明した m p i コムスプリットを使うと簡単に作れます。で、それを作っておいて、まあ、この横方向、縦方向のブロードキャストの時には、そちらのコミュニケーターを使うというふうにして、えー、と実装ができます。それで、えー、っと、まあ、これを Bcast を使ってガンガンこう書いていけばいいんですけれども、 えっと、まあ、Bcast ですと、全メンバーがこう参加するまで待たなければいけなくなるので、まあ、あの性能が、待ち時間が大きくなってしまって、性能が落ちる可能性があります。で、まあ、ここで説明しているのは、まあ、あ Bcast を使わずに iSend でバラして書けばいいよねということを書いてあるんですが、まあ、今の世の中ですね、まあ、これはちょっともうあの、 昔の話で、今の世の中、IP キャストがあるので、こいつを使えばいいですね、と。ということで、まあ、これを使うと、非同期通信であの集団通信もかけますので、えー、っと、まあ、少なくとも正しいデータがないと、計算は、計算には進めないですけれども、まあ、ある程度、オーバーラップが期待できるというわけです。で、先に、ですから、あの、 送るべき人にどんどん送ってしまって、えっ、ー、と、別の計算をオーバーラップしてするということもできます。ということで、えっ、ー、と、これについては、えっ、ー、と、演習問題が、えっ、ー、と、用意してありますが、ちょっと後回しで、えっ、ー、と、先に説明だけもう少ししておきたいと思います。まあ、ここにあります、マットマットスーマというやつが、まあ、この、えっ、ー、と、 実装したものなんですけれども、まあ、C 言語バージョンをまず説明して、えー、おきますと、よいしょ。まあ、えー、っと、やっているのはですね、この横方向、縦方向のスプリットというのがありますけれども、 えっと、横方向のスプリットが、えー、まあまあ少なくともロ、ローメジャーの、えっ、ー、と、スプリット、それから、カラムメジャーのスプリットということで、まあ2つ、コムスプリットを呼んでいまして、まあそれぞれのランクの中でですね、あの、スプリットした後のランク番号というのもちゃんと持っとかないといけないわけなので、まあそちらも MPI、MP あ、違 My ID l o ドですね、えー、My ID c ル l というのを持っていて、同じこう、まあ、行とか列の中での何番目かというのはこちらで管理しています。で、全体のフェーズで、あの、外側のループで何回もあったかによって、まあ、今自分が送るターンかどうかというのが、まあ、それでわかるというわけですね。 で、まあ、このマイマットマットの中で、まあそういった B キャストでコムローとか B キャストでコムコルということをやっていて、まあ縦全員とか横全部にあの送ってやるということをやっています。はい。まあちょっと演習後でこれで、えっと、見てみていただければと思います。 はい。これがまず一つ、あのまあ、スプリット等を使ったコミュニケーターの作り方です。スプリットとあとグループですね。で、もう一つですね、トポロジーの考え方。まあ、こちらもあのコミュニケーターを新しく作るというような話につながってくるので、まあ、ちょっと似たところはあるんですけれども。 まあこちらのトポロジーに関してはですね、そのプロセスマッピングをするのに使うと便利なあの機能になっていまして、まあ特にそのステンシル計算とかですね、そういうあのジオメトリックな分割をするときは、これを使った方がいいですよと、まあ使うととても便利ですので、ぜひお使いくださいと。で、まあ例えばですね、まあこういうふうにプロセスのマッピま ピングをしたときに、えー、じゃあ5番の人がですね、上下左右誰かと通信したいと、接している誰かと通信したいと思ったときに、じゃあ何番の人と通信すればいいんですかこれ、正しく計算するの意外とめんどくさいです。し、まあよく間違えます。なので、まあ、例えば、えー、っと、北の人は1番とか、えー 西の人は4番とか南の人は9番とかまあ少なくとも左右はそんな難しくないですけれどもまあ全上下を計算するあるいはこれ3次元になってきて前後とか言うと結構めんどくさくなりますでえー、っとまああとはこれが実は上と下が周期境界条件でつながってますとか言うとまた計算がめんどくさくなってきます、まあ、そういったあたりのですね あの隣接のプロセス番号を取得するときに、このトポロジのあの関連の関数を、えー、使ってやると非常に便利です。ので、えーと、ご紹介しておきます。はい。で、まずはですね、あのプロセス数を、えー、割り当てる、まあ。この場合は16人いて、 4×4 にするというのは、まあ、割とすぐ分かるわけですが、まあ、それが例えば中途半端な数があったときにですね、じゃあ、何×何にするのがいいのというのを、まあ、あのヒントをくれる関数になっています。で、<laughs> まあ次元数を与えるとですね、プロセス数から適切なあの一辺の数を与えてくれると。 という関数になっていまして、えっ、ー、と、まあ、最初の引数に全部のプロセス、まあ、さっきの例ですと16ですね。で、NDIM に次元数、まあ、さっきので言うと2次元ですから、ここは2とします。で、えっ、ー、と、最後に DIM s という配列を与えるわけですが、まあ、2次元としましたので、2要素あればいいと。で、そうすると、えっ、ー、と、まあ、0を入れておくとですね、 まあ予期に計らって、まあ、多分、えー、この例ですと間違いなく4、4と返ってくると思いますけれども、まあ、例えば非0の数があって、まあ、例えば1つを2としていたとすれば、まあ、もう1つは自動的に8になるでしょうということで、まあ、その辺は尊重して、計算が行われるようになっているということです。 まあこの辺は、例えば3次元だったり、正、ま、方、あ、じゃないような場合にあの、えー、便利に使えるかなと思います。はい。で、続いてはですね、まあ、カートクリエイトというのがありまして、えっ、ー、と、まあ、先ほどのこの、えー、とデ,ィメンディムズクリエイトをした結果ですね、じゃあ、そのプロセスラン,ランク番号を まあどういうふうに割り振っていったらいいかというのは、この人が決めてくれるという関数です。で、えー、っと、まあ、元にするコミュニケーター。まあ、これは例えば MPI コムワールドとかでいいんですけれども、えー、っと、次元が、まあ、例えば2次元ですと。で、各次元の次数。まあ、これは、あの、さっきの DIMS、MM、Create で返ってきた この DIMS をそのまま与えてあげればいいわけです。それから周期境界かどうかですね。まあ、これは、えー、っと1か0かを入れればよかったんだったかと思いますが、えー、トゥルーだったら1、そうじゃなければ0という形で、えー、っとセットしておけばよかったと思います。で、まあ、ランクを並び替えるかどうかというフラグを、えー、っと入れて、 まあそれをベースに新しいコミュニケーターがまあここでは作られます。はい、で、まあ、これもですから新しくコミュニケーターができるわけですが、まあ、そうするとまあメンバーが変わるわけではないんですけれども、そういった次元の情報を付加情報としてあのコミュニケーターにえー持たせることができるというわけです。 で、ここで作ったコミュニケーターを使うと、この先、その座標の計算とかは自分でしなくて済みますよという話で、えー、っと、まあ、さこのクリエイトした、あの、コミュニケーターを使ってやるとですね、えー、っと、まあ、ここにはさっき作ったコミュニケーター。で、ランク番号は、ま、自分のランクで、えー、っと、次元数は、 まあ、あの、いくつですか、ということで、えー、っと、これは、うんと、マックスディムズはこれと一緒でいいのかなえー、っと、 はいまあ、これは次元数なので、まあ、2次元だったら2でいいんだと思います。で、そうすると、まあ、そうですね。そうすると、自分のランク番号が、えーと、例えば2次元座標の中の、えー、横何番目、縦何番目という座標が返ってきます。まあ、それがまずこれですね。で、まあ、実際に便利なのはこっちの方ですけれども、MPI カートシフトというもので、 まあこれで自分の通信相手をあの返してくれるということができます。まあ、これはあのカートクリエイトしたコミュニケーターをまた使うんですけれども、座標の次元番号ですね。まあ、これは要はえと2次元だったら0か1、3次元だったら0か1か2か3ということで、X 軸、Y 軸、Z 軸というのに対応しますけれども、 確かこれフォートラン的になっていてですね、えーっと、0が縦方向、1が横方向だったと思います。で、ディスプレイスメントというのは相手までの距離ですね。自分と隣接していれば1、1個飛ばしだったら2というふうにこう離れたところまで計算ができます。で、えー、っと次の4番目ですね、このソースというのは返 <laughs> り値になりますけれども、 自分にとっての送信元ランクということで、えー、っと、まあ、この場合はですね、えー、っと、なんと言ったらいいかな。えー、まあ、0の場合は、ロ、えー、っと、次元番号0の場合は上下を指しているので、えー、っと、自分にとっての送信元、つまり北側ですね、えー、っと、まあ、あ ランク番号の小さい方から自分に向かってくるやつという意味で、まあ、これは北側の <laughs> ランク番号を指すことになります。で、この図で言うと1番、ここには1が入ってくると。で、えー、とディスティネーション側は、まあ、自分よりも大きいランク番号ということで、えー、と9をが返ってくると。で、次元1については、 えと自分より若い方がウエストで多い方がイーストということで4と6が返ってくるというふうに、えー、となってきます。でこれまあ,あの2つ飛ばしとか3つ飛ばしもこう変えれば勝手に計算してくれるわけですし、まあ、3次元だったり、まあ、4次元だったりしても、えー、とうまく使えるというわけで、まあ、そんなところを自分で計算はしたくないのでこういうものを使うととても 便利にできますというわけです。はい。ということで、えー、っと、まあ、ここまでで少し、えー、っと、演習の時間に当てたいと思いますけれども、まあ、まずはコミュニケーターを作るものとして、コムスプリット、コムグループ、あとカートですね、まあ、この3種類、まあ、あの、簡単な例題が、 用意してありますので、試してみていただければと思います。で、えっ、ー、と、あとは、あのコムスプリットの応用例ということで、スーマーへの適用ということで、こちらも用意してあります。ということで、えっ、ー、と、コミュニケーターを作る話の方をやっていきたいと思いますが、 ま,あまずは、C、まずはというか C の方をメインにあのこちらでは紹介していきますが、フォートランでもまあ全く同じですので、えーと、フォートランの方が得意な方はそちらをご覧いただければと思います。で、今は、えーとまあ、この演習問題としてはオデッセイ向けに作ってありますので、一、まあ、回モジュールパージをしてから、モジュールロードオデッセイをしてから、 毎週をしていただければと思います。で、まあ、順番に見ていきたいと思いますが、えー、っと、ホームスプリットからですね、まあ、これ、さっきの例をそのままだと思っていただいていいと思いますが、まあ、これそのものじゃないですけども、えー、っと、 ま,あまずですね、キーを、えーあ、カラーをどう設定するかということで、まあ、ここではですね、えー、と横の、えーとまあ、列の数ですかね、えーと、これで割った余りをカラーにしています。ということでは、何、えーと,まあ、というかな。 1> 縦1列が、まあ、メンバーになるようなシーゲン語的に考えるとですけれども、縦1列がメンバーになるようなコミュニケーターを作っているつもりということになりますかね。で、キーは、まああのえー、と割り算をした、えー、と章ということなので、えーまあ、上から順に、えー、とランク番号が振られているとします。はい。ということで、えーとまあ、スプリットは こういうふうにかけていくと、どうなるでしょうかと。で、えー、っと、マイアイ、えー、ごめんなさい、マイコミュ、マイコムというのがまあスプリットされてできたコミュニケーターですけれども、えー、っと、マイコムに含まれた場合のランク番号というのは、この2つ目に出てきます。コムワールドの方は1個目。コム、えー、っと、スプリットされた後のランク番号がこっちというふうになっています。 それから、もう一つ、えー、コムグループですね。えっ、ー、と、こちらも16人で、えっ、ー、と、やるんですけれども、えっ、ー、と、ナムランクス、そうですね、8人、この中から8人だけピックアップして、グループを作りましょうということをしていました。 でまあ、0から7までですかね、0、1、2、3で7までに対して、えっと、グループに入れますと。でまず、えっと、コムグループで、コムワールドからマイグループを作っておいて、マイグループに残したい、えー、ランク番号を、まあ、ここで決めてますと。 えー、ということで、えー、っと、ランク番号には、まあ、あナムステップ飛ばしで入れていて、ナムランクスが8なので、えー、っと、どうなった間違いか。えー、っと、えー、っと、えー、っと、ランク番号には、あ あれこれどうなってんだ、ね、えー、っと、で、ラン、えー、っと、ナムランクスには16を指定しようとしていて、あ、そっかそっか。全体ではもっといっぱい、えー、っと、メンバーがいるはずなので、えー、っと、このグループ、 ロッドットバッシュとしては、まあ、576プロセスいる中で、16個だけピックアップしたいと。で、その時に、えー、っと、まあ、8の、えー、つったらいいかな。8の倍数分だけですかね。まああの 最初は0から始めているので、えー、っと、0、8、16、24ということで、まあ、8の倍数になるものを16個、えー、ピックアップしようとしているのが、まあ、この部分ですね。それで、えー、っと、グループインクルージョンで、えー、っと、このマイグループから16個分だけ、まあ、先頭の八の倍数の、0を含めて8の倍数の先頭のや 16個を取ってきて、グループ、マイグループ2を作りますと。で、マイグループ2から新しいコミュニケーターを作ります。というのが、まあ、こちらの例です。ですので、えっ、ー、と、結果としてですね、その、自分が含まれていない場合はですね、あの、MPI、そうか。 だま自分が含まれていない場合はコムクリエイトをしてもコミュニケーターがないという状態になるわけです。MPI コムヌルというのもあのま,あまた特殊なコミュニケーターでコミュニケーターではないということで、まあ、要は自分はメンバーじゃないですということを意味するわけです。で自分がメンバーだったらコムヌルではないわけでその時は コムランクをしてあげると、えー、っと、自分のランク番号が得られるということで、まあ、これどうなるかというのはちょっと確認してみていただければと思います。それで、まあ、これは単にメイクを一発走らせてから、えー、っと、まあ、あとはそうですね、PJ サポートすればいいということになります。 でああそっか、これだと、あとそうですね、カートの方も一緒にありますので、こちらも説明しておきます。で、カートの方はですね、これは、まあ、さっきの例そのものですけれども、えー、っと、まあ、こちらは、えー、っと16、16×16 を想定していると思いますが、カート b ッ s h を見ると、 576プロセスを2次元に分けたらどうなるかということで、えーっとまあ、その時の、えー、隣接ノードのランク番号をこう表示するようなプログラムになっています。それで、えーっとまあ、まず DIMS Create で2次元ですよと。NumProx は576が入ってくるはずなので、 まあ、2べきではないですから、2べきというか、えっ、ー、と、平方数ではないので、まあ、あの、適当な、あの、まあ、なんというかな、公約数で、えっ、ー、と、の掛け算になるということですね。で、カートクリエイトをするわけですけれども、えっ、ー、と、まあ、そうですね。ここは、 あんまりこのナムローランクスは関係ないですね。なくてよかったです。で、えっ、ー、と、カートクリエイトをして、新しいコムランク、うんうん、新しいコミュニケーターからランク番号を持ってきて、えっ、ー、と、まあ、自分の座標を得るのと、まあ、あとは自分の隣接ノード、東西南北は誰ですかというのを表示してい まあそういう感じです。はい。ということで、まあ、実行してみていただければと思いますが、ホームスプリット、それからホームグループ、それからパート、それぞれ、えっと、ジョブスクリプトが分かれてますので、実行してみてください。 はいで、まあ、順に <laughs> 見ていこうと思いますがはい、まあ、こちらはコムスプリットをした結果ですけれどもえーと 576プロセスを、どうしたでしたっけ 16, か ?16 になるように分けたので、えー、っと、スプリットした結果のコミュニケーターは、えー、っと、0から15までしか含まれていないはずですと。で、まあちょっと分かりにくいですけども、えぇ、ー、まあ、そうとすればいいか。 ここの列をキーにして今、ソートしてみましたけれども、そうすると、えー、っと、まあ、モジュロを使ってカラーを定義してますので、まあ、0から15まで、まあ15と16個のコミ、16種類のコミュニケーターに分かれたということを意味していまして、 まあそれぞれもともとの0番から15番まではそれぞれ違ったコミュニケーターに属していて、まあ、それぞれがランク番号0という形になっていますね。で、えー、っと、まあ、モジュロ、えールでカラーを決めてますから割り切れる16で割り切れる人たちが同じグループで余りが1になる人が同じグループという感じでえー、っと、番号が ついています。はい。ということで、お互いに通信できるのは、だから0番と16番と32番とというふうな、まあ、あの16の倍数とか、まあ、同じ余りを持っている人たちの間で、えー、と通信ができて、0から35までの、えー、とランク番号がつくと。すみません、逆でしたね。がつくと。で、えー、とキーは単にこう割り算の <laughs>。 小にしてますから、あの、まあ、こういうふうに全体が揃ってくるという感じです。で、コムグループの方についてみると、よいしょ。まあ、これも相当しないと、わかりにくいですが、はい。まあ、こちらのについてはですね、まあ、えっ、ー、と、8では、 まあ8の倍数の人、先頭から16人をピックアップしてますから、それ以外の人は、そもそもコミュニケーターが定義されないという状況になるわけです。はい。で、えー、とまあ8の倍数の人だけは、 えっと、新しいコミュニケーターのメンバーなので、えー、0から16まで、えー、とピックアップしてますから、0から15までのランクが存在するという感じですね。こんな感じになっています。それからつ、えっ、ー、と、カートについては、カーティシアンですが、カーティシアンについては、えっ、ー、と、こいつも相当しないと。 はいえーとまあ、これは基本的にはあの、新しくできるコミュニケーターはオリジナルと番号が変わるわけではないんですけれども、まあ、座標の情報が追加されるということで、まあ、やはり新しいコミュニケーターにはなっているわけです。でえーとまあ、そのとその座標というのは、まあ、こういう感じでですね。えーと 576をどう分割したかっていうと、24×24×24 24 24か。それでいいのかな。あれなんか違う気がするけってるかな。えー、っと、そうか。24×24 の平方数ですね。失礼しました。で、 24×24、まあ、24に、えー、とマップされていて、まあ、じゃあそれぞれのランク番号は座標はいくつですかと。で、自分の上下左右は誰ですか。まあ、この場合は、えーと、周期境界条件を仮定して、要はラップアラウンドをするように、えー、としてあります。まあ、このピリオドが、 1>, えーと1となっていますが、これ、周期境界を設定したってことですね。ですので、上下左右は、あのまあ、端っこだとこう山手線状態で一番下を指すようになるわけですけれども、えー、ですから、必ず前後左右誰かはいるということで、まあ、こういうふうな値になります。で、0番だと、北はぐるっと行った一番下の552番目のランクの人で。で まあ、すぐ南は24番ですぐ左が、えー、23番ぐるっといった端っこですねですぐ右は1番というふうなあのところが、まあ、この関数一つで、えー、と自分では何も計算してないですけどちゃんと計算して答えを返してくれるというわけです。はい。 で、まあ、マットマットスーマについてはちょっと今は、あの、省略しますので、えっ、ー、と、実際に試してみていただければと思います。はい。えっ、ー、と、じゃあ、少し、休憩がないですが、まあ、少しそうですね。5分ぐらい休憩取りましょうか。えっ、ー、と、まあ、こちらの演習を、 確認していただきつつ、5分程度休憩にして、続きを始めたいと思います。